全国の児童養護施設などに漫画タイガーマスクの主人公伊達直人を名乗り贈り物が相次いで届く中、足立区の児童相談所にも今朝ランドセルが届きました。ランドセルが届いたのは足立区にある足立児童相談所です。足立児童相談所によりますと、今朝6時半ごろ、清掃会社の職員が門の内側にレジ袋に入った新品のランドセル2つが置かれているのを見つけました。袋の中には毛筆で伊達直人と書かれた半紙が1枚入っていました。児童相談所では送り主の善意を生かすにはどのように活用するのが良いのか検討しているということです。昨日は山口県下関市の2つの施設にランドセル4つが、また福岡市内の施設には男性が訪れ、職員にランドセル5個を手渡すなど、全国で善意の輪が広がっています。